は島村楽器広島府中店にてボーカル講師をしております、ジュリアと申します。毎月火曜日にレッスンをしております。今日はですね、ボーカルレッスン、ボーカル歌を歌うということについて悩みが多い自分のいろいろな曲、好きな曲だったり様々な曲を歌いたいっていう方が多いと思うんですけど、そこでよく耳にするお悩みについて解説していきたいなと思います。はい、私は今歌を歌うことで活動しているのですが、私の実際にあった体験の話なんですけれども、私はもともとロックだとかちょっとかっこいい感じの曲を歌うことがとても好きで、その歌い方がすごくかっこいいでした。でも好きすぎるがゆえに、そのロック独特のかっこいい癖だったりっていうのが、全ていろんなジャンルの歌を歌うときに出てしまって定着してしまっていたんですね。ですが、そのビブラートとかちょっと独特の癖とかがついている状態だけでは、私は歌いたいいろんな曲、バラードだったりちょっと泣ける曲、恋愛系の曲などはなんだかしっくりこなかったんです。なのでいろんな歌を歌いたいと思うようになって、今まで定着していたかっこいい感じから一旦いろんなものを見てみようという気持ちになりました。そこでいろいろな声の出し方や癖の使い方を研究して練習しました。でそこで今日は例として、ロックな曲とそうではないバラードな曲、正反対の2つの曲を同時に歌ってみて、こんな曲の時はこういう声の出し方がある、逆にこんな曲の時はいろんな癖を使ってもいいだとか、出し方を変えるっていうことをがあるんだよっていうことを歌いながら説明していきたいと思います。今日歌う曲なんですけれども、まずあいみょんさんのマリーゴールド、そしてロックの曲で有名なグレイさんの However という2曲を歌ってみたいと思います。同じような悩みを抱えている方もすごく多いと思うので、ぜひ参考にしてみてください。まずあいみょんさんのマリーゴールドなんですけれども、2回に分けて2種類の歌い方で歌ってみるので、ぜひ聴き比べてみてください。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。もう一回いきます。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。今2回歌ってみたんですけれども、1回目と2回目どちらの方がなんかいいなっていう風に思いましたか？実は今1回目のマリーゴールドの方には、私がずっと悩んでいた独特のロックの癖っていうものをちょっと前面に出した歌い方にしてみました。かっこよく決まっていますけど、なんかこう優しい雰囲気のバラードの曲だと2回目のなんか感じの方がちょっとポカポカするような気持ちになりますよね。はい、でマリーゴールドの方で、癖がない方が、強くない感じの歌い方の方がいいねっていう話をしたんですけれども、じゃあ癖だったりかっこいいのがダメかというと、そういうことではないんです。次に歌ってみます。ロックの有名な曲、グレイさんの However という曲を歌うんですけれども、こちらも2回歌ってみるので聴き比べてみてください。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、では2回目いってみます。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、今グレイさんの However 2回歌ってみたんですけれども、1回目は原曲のロックバンドっぽい感じの近いかっこよさを前面に出してみました。で2回目は先ほどマリーゴールドを歌った時のような柔らかい優しい感じの歌い方で歌ってみました。同じ私が歌っているんですけれども、全然感じが違うのが分かりますよね。マリーゴールドの方ではちょっと癖を抑えめにしたりとか
っこいい感じをちょっと抑えめにした方がいいねっていう話をしたんですけれども、逆にこの However の方では、うん、癖だったりビブラートかっこいい感じを全面に駆使してあげた方がとってもかっこよく決まりますよね。はい、ということで今日は2曲をいろんなパターンで歌ってみて解説するという動画だったんですけれども、私のレッスンでは皆さんそれぞれ自分の持っている声の悩みだったりとか、好きなアーティストさんの影響だったり、いろんな悩みがあると思います。私のレッスンでは皆さんそれぞれに合わせた悩みを解決していくようなレッスンをしているので、ぜひぜひお気軽に体験レッスンにお越しください。小さな悩みからでもぜひご相談してください。ということで今日は以上になります。ボーカル講師のジリアでした。